この植樹祭は後継者不足により生産が減っている掛川市特産の栗の価値を高めようと県西部の企業などが中心となって立ち上げた遠州和栗プロジェクトとして行われました。植樹のセレモニーでは3種類の栗の木13本が新たに植えられました。掛川栗は大粒で糖度が高いのが特徴でお菓子やスイーツなどに合うということです。プロジェクトでは和栗の消費の普及を進めるほか無人の運搬機の提供を行います。この地域の、本当に光を浴びて育った栗のだからこそ、の甘さとかですね、そういったものをしっかりと感じてもらえるようなそういうふうな、作り方を我々はしていきたいし、またその、良さというものをですね、しっかりと PR していきたいというふうに思っています。